里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、里崎塾、はい、レッスン2。はい、2回目です。前回はね、はい、まあリードと配球の違いなど、まあ簡単なあのお話しましたけど、はい、今日は実践的に里崎が現役時代どういうミーティングをしてたかっていうのを、はい、実在のプロ野球選手のデータをもとに今日は解説したいと思います。実在の選手のいいんですか、使って。いいんです。いいんですか。強い言葉が出ましたね。はい、まずこれです。はい、まあ、僕はですね、これはまあ人それぞれ勉強の仕方あると思うんですけど、はい、僕は基本的に前回もシャドーマンとか言いましたよね、はい、映像でとか絵でしか覚えれないんですよ、はい、言葉で覚えれないんですよ。だからあの資料を見てもらったら分かるんですけど、はい、あの僕の資料大体絵描いてますよね。色と色と絵図形みたいな感じになってます。だから大体こういうの描いてますよね。そうですね、はい、こういうのをじゃないと覚えれないんですよ、はい、こういうのを描いてそれを頭の中で貼るんですよ。でそれで選手が出てくるたびにその絵がどんどん頭の中に出てくるんですよ。でそれによってその絵と色と形と、まあ、今日は超簡単に描いてますけど、はい、それで全部文字がポワーって出てくるんですよ。すごい。それによって瞬時に1秒でサイン出せるんですよ、はい、でも考えるなんて 2,3 秒ですから、はい、下手したらそれぐらいないかもわかんない。もしくはトータルで考えてる中でどんどん出していかなきゃいけないんで、はい、まあ、僕は基本的にこういう字を書いてますけど、ほぼ字書かないで絵で覚えてるんですよね、はい、でまさにこういう風に覚えてる。はい、これはまあ対右です。対右っていうのは右ピッチャー、はい、ね、皆さんから見てですね、はい、バッター、はい、僕は基本的にキャッチャーから見た絵でしか覚えないんですけど、はい、それでやると皆さんと逆になるので分かんなくなりますね。ああ、だからピッチャーから見てです、はい、でこれ対下は対左です。はい、ね、で青で描いた部分は、はい、まあ、苦手だと思ってください。わ、はい、かります。短所系の、はい、このバッターの特徴は山張ってきますよと、うん、だから結構球種とかコースに山張ってきますよと、はい、でうちはインコースしっかり厳しいところを投げれば弱いですよと、はい、で長打も少ないです、インコースきっちり投げれば、はい、しかし山張ってくるんで、はい、コース偏ったら山張られちゃいますよと。おで、はい、これ皆さんね、最初に考えてもらわなきゃいけないのは、はい、長所短所あるでしょ、はい、長所短所の意味わかります？意味、はい、長所短所の意味です。このプロ野僕がプロ野球界で使うミーティングの中でのバッターの傾向、はい、まあ、基本的には青が短所で赤が長所ですけど、はい、この短所と長所の意味わかります？意味もうそのままじゃないんですか、はい、この意味がね、わ、はい、かんないと、はい、こっからスタートできません。え、この短所っていうのは、はい、まあ、私が思うにここにボールが来たら、はい、打ちに行く率が高いとか、高い、はい、とか打ってここに来た時に打ち返してる率が高い。短所ですよ。あ、それ長所か。はい、あ、それ長所だ。ちょっと待って、分かんなくなってきた。だからまあ基本的に、はい、まあ、人間のね、はい、性格的な長所とか短所とかと同じように、うん、はい、いいところ、みんなが考えてるのは、はい、長所は得意なところで、はい、短所は苦手なところ、うん、だから長所は打たれる、はい、短所は打たれないと思ってないですか？はい、だから短所に投げとけばいいやろっていうね、うん、そう思います、はい、長所を避けて、はい、これ一番の間違いです。でもよく分かんなくなってきた。どういうことですか？この長所と短所の意味をしっかり分かっておかないと、はい、このコースに偏らないとか、うん、山張ってくるとかがすんなり落ち込んでいかないんですよ。まず長所、うん、長所、はい、長所っていうのは、うん、意識しなくても打てるところです。はあ、まあ、何も考えなくてもそこは自然にバット出る、はい、あ、もうそこに来たら、うん、はい、自然に打てる、よしだとかじゃなくても出る、はい、自然に打てるっていうのが長所、はい、短所、意識したら打てるところです。打てないとかじゃないんですね。意識したら打てるところ。意識してないとなかなかそこにバットが出にくいんですよ。へー。だからね、こうインコース弱い書いてますね、この人、はい、インコース弱いっていうのは要は意識しなかったらね、こうでちょっとアウトコース寄りの方が強そうですよね、はい、この赤で、ね、そうですね、示してるところ、色が変わってるところ、はい、アウトコース寄りの方が強そうっていうことは、うん、普通に振ったらアウトコース寄りの方がバットがスムーズに出るってことです。なるほど、はい、インコースの方がスムーズに出てこない、はい、でも、はい、プロ野球選手、うん、そんな選手は一軍に入れません。短所が永遠打てない人は入れないですよ、はい、一番最近の中で分かりやすいのは、はい、阪神のロサリオなんです。
外国人バッターいましたね、はい、オープン戦とかキャンプでめちゃくちゃ打って、はい、シーズン中打てなくて1年で解雇された選手いましたね、はい、あのバッター、はい、アウトコースの変化球、はい、全くバット止まらないです。それ永遠振り続けた結果、はい、結果が出ないで、まあ、日本プロ野球いなかったじゃないですか、はい、でもメジャーとか韓国で活躍してんでしょ、うん、思うじゃないですか、はい、日本のピッチャーっていうのは、はい、細かい制球がめちゃくちゃうまいんですよ。だから打てないと分かると、はい、そこばっかり投げられるんですよ、はい、でそれが打てないともう1軍に入れないんですよ。なるほど、意識してそこを打てるようにならないと、はい、ダメなんですね。だから、うん、もうレギュラークラスっていうのは、はい、要は打てないとこっていうのはないんですよ、はい、ただ、うん、意識しなくても打てるか意識しないと打てないかの違いなんですよ。うーわ、そうなんだ。全く捉え方違ってましたね、はいはい、だからこいつインコース弱いんやからインコース行っとけいいやろ、はい、それは素人です。皆さん言われてますよ。それだ、そういう、はい、そういう選手がいたとしたら、うん、そういう選手は1軍にずっと入れない、もしくはレギュラーとして試合に出れないです。へー、だこの選手も青で書いてます、こういうふうに、はい、でもここでもホームラン打ちます。普通に意識して狙ってくればバットが出れば、まあ、打てるってことです。打てるんですよ。おー、なるほど。でも意識しないと、はい、なかなかバットが出てきづらいですよっていうのが短所なんですよ。だそこ行っときゃいいっていうわけでもないんですよ、はいはい、それがこのコースに偏らないところなんです。うん、ね、インコース弱い、長打少ない、よしインコース行きゃいいんかと、はい、山張って狙ってきますよと、はい、そしたら、うん、ホームランの危険性もありますよ、はい、でも長打は少ないですよと、うん、でもヒットになる可能性多いですよ、はい、だからコースに偏らないで山張られないようにしましょうねってことです、うん、積極的、はい、初球からどんどんいきます、どんどん振っていく選手、はい、1打席目絶対抑える、はい、これ何の意味か分かります。1打席目絶対抑える、はい、これバッター目線ですよね。抑える、え、これは誰目線ですか。これはあのこれバッテリーのミーティングなんでキャッチャー目線ですよね。キャッチャー目線、はい、1打席目このバッターを絶対抑えると。あ、なるほど、1打席目は絶対この選手を抑えないと、はい、ダメですよっていうのは、いうこと、この意味っていうのは、はい、調子に乗ります。1打席目打ち出すと片打ちされます。あ、乗ってくるんですよ。1打席目ヒット打ったらその次も打つ可能性が高いってことか。はもう1打席目は何としても抑えろと、はい、調子に乗らすなと、はい、怖いからっていうのの中です。でこれはまあ、 あの右も左もそんな変わらないですけど、左バッターの時にこう四角、これは球種で言うとチェンジアップです、はい、チェンジアップ注意、チェンジアップよく打ちます。口かと思いました。四角です。はい、っていうのを覚えなきゃいけないんですよ、これを。これで全てって感じ。全てじゃないです。これはもう触りです。カウント別書いてないでしょ。カウント別、球種別、打球方向、はい、ね、調子高校、調子短縮傾向、はい、こんなのはもうあの 100% の中の 5% ぐらいです。もう私これだけでももう覚えるの必死、受験勉強みたいですね。基本的にこんなのはもう文字として僕は書いてないですよね、はい、頭に入ってるんで、はい、うん、でこういうふうにこう見てね、はい、こうインコース、はい、胸元、はい、ここ付近苦手ですよと、はい、で高め結構振ってきますよと、ここが空振りしますよと、追い込んだ後、はい、うん、でスライダー、フォーク、はい、アウトコースより苦手ゾーンですよ、はい、でもインコース低めからこのアウトコース高めのこのラインにかけてめちゃくちゃホットゾーン、はい、危ない危険ゾーンですよと、うんうん、ここは自然にバットが出るゾーン、バットが出たゾーンだぞと、はい、で対左、はい、インコース膝元のスライダー、はい、低めの変化球、はい、結構くるくる回りますよと、うん、胸元詰まりますよと、はい、その代わり全体的に若干低めからアウトコース寄りにかけては強いですよ、特にチェンジアップのストライクゾーンはちょうどありますよっていう。ほー、すみません、これ三角とか丸なんですか。これ三角っていうのはね、スライダーです。あ、スライダー、はい、膝元、これはストレート、球種が違うんですね、はい、強い球ってことです、はい、うんうん、こういうふうに、まあ、僕の場合は、はい、この色、はい、形によって意味が全部あるんですよ、はい、強い球のストレートですよ、はい、そういうのもだから僕の資料、まあ、基本的には見られても、はい、何書いてるか多分分かんないと思うんですよ。いや、私何か全然分かんなかったんです。絵で書いてるだけなんで、はい、その絵に意味があるんですけど、はい、絵と色の意味は他の人知らないから分かんないんですよ、はい、分かんないですね、っていうのを超触りのこういう、まあ、バッターがいるわけですよ、はい、でその時にこれ今やりました、はい、これ配球のことです。配球、これリードじゃないんですよ。そうか、これはもうデータでしかないと、ああ、これを覚えることが大事なんです、はい、これはもう配球です、はい、でその中でやらなきゃいけないことが、はい、さっき長所と短所の話しましたね、はい、
長所は意識しなくても打てるところ、短所は意識しなきゃ打てないところ、はい、これを意識しなくても打てる長所を意識させるようにするのがリードなんですよ。もう一回言ってください、はいはい、意識しなくても打てる長所を打てる、はい、スムーズにバットが出るところ を意識しなくてもそこに全部打てますよっていうところを、はいはい、意識させるようにすんのがリードなんです。なるほど、もうここも意識をさせちゃうようにするってことですね。ホットゾーンを、ホットゾーンを意識させると、はい、苦手なゾーンを一切打てなくなります。へー、うわそうなんですか、はい、でこのバッターだと、はい、アウトコースより得意ですと、はい、そこはスムーズに出ますと、うん、インコース意識させれば打たれますけど意識しないと打てませんと、うん、でなった時に、うん、ここで打ち取る配球しなきゃいけないんですよ。はい、ここで打ち取らないといけない、いけないんですよ、はい、うんうん、でそうしたところで言うと、はい、このインコースの苦手なとこ使ったりアウトコースの変化球を使ったりしながらして、はいはい、この意識をめちゃくちゃさせるんですよ、はい、打てないところに、はい、もうどんどん意識させて意識させて意識させて、はい、あそこ攻められると、うん、もう意識しなきゃ意識しなきゃって言って、うん、意識めっちゃすると、はい、ホットゾーンが打てなくなるんですよ、はい、なるほど、はい、ここに来ててもまたこことかここに来てるんじゃないかと思っちゃう、思って意識しすぎたら、はい、シャドーマン言いましたね、はい、肩の開きが開くなったりとか、このバッターで言うと、はい、ちょっとタイミング早くなったりとかして、はい、打てるところが打てなくなるんですよ。なるほど、絶好調の状態じゃなくなってくるって、そうしたら選手どう思うかっていうと、はい、あれ得意なところなのに打ち損じてる、おかしいってなるんですよ、はい、そしたら意識しなくても打てるのに、はい、得意なとこ意識しだすんですよ、はい、そしたらここめっちゃ乱すんですよ、はい、まあ打てなくなります。面白い、なんか人の精神って面白いですね、はい、その時にどこを攻めていくかが大事なんですよ、はい、ホットゾーンの近くの苦手なところですよ。ゾーンのっていう、こう、ここがホットゾーンだとしたら、はい、こういうところってことですか。そうです、インコースで言うと、はい、この低めだったりとか、はい、ここら辺とか、うんうんうん、ね、アウトコースだと若干甘めのここら辺とか、はい、ね、こっち言うとここら辺とか、はい、ここら辺で、うんうんうん、打ち取っていくんですよ。そのために、はい、この、この幅をうまく使ってコースに偏らない幅をうまく使って、はい、意識の分散させる中で長所の近くで打ち取るんですよ。そしたら、はい、長所の若干近くに苦手なとこもあるんで、はい、そこをなると、うん、長所と錯覚するんですよ、はい、あれインコース行くべ、はい、俺結構得意なのに、はい、打ち損じてる、うん、しっかりうまく行かなきゃ、はい、なった瞬間ここら辺くるくる振りますからここら辺で、ね、あれ左バッターのインコース行く目、はい、俺結構得意なのに、はい、打ち損じてる、まあこの横にこのデッドゾーンありますから、はいはい、同じとこから曲げてやると、はい、くるくるいますからこれもうリードの魂胆がもう綺麗にはまった時気持ちよさそうですね。やめて、気持ちいいです、はいはい、その時にチェックするのがこのフォームの変化ですよ、はい、おっと腰が開いてきてるよとはい、若干意識したのかなと、うん、ね、はい、まだしてないな、うん、もっと行こうかとか、はい、っていうのを していくわけですよ。へえ、面白い。ここにこのリードの駆け引き等があるんですよ、はい、でもそれをしようとした時に、はい、このホットゾーンの近く攻めていかなきゃいけないんで、はい、それ打たれる可能性もあるんですよ。もちろんそうですよね、はい、最初の方だとすぐにスムーズ出て打たれる可能性もある、ね、だからそこがだからうまくこのバッターでいうとコース語られないようにしたり山張られないようにしたりとかね、うんうん、してうまく抑えていくことによってどういう振り方するか、コースなのか高さなのか、はい、コースここ低めの高のこの高さなのかを踏まえながら、うん、ホットゾーンの近くで打ち取っていくことが大事なんですよ。でも毎回その同じような、まあ、配球とかリードをしてたら、うん、バッターも分かるわけじゃないですか。だから駆け引きですよね。本当そうですよね、はい、それもうじゃあ次この球で行こう、ここで行こうっていうのはすぐ決められるもんなんですか。一応すぐパンパン決まってきますよね、秒殺で。怖くないですか。でもそれはもう勝負ですから、で行くときは行けると思って行ってるんで、まあまあまあ強気で、はい、へえすごーい、をどんどんしていく、はい、でその中で、はい、最初のデッドゾーンを攻めていって、はい、打ち取りたいですよね。打ち取りたいです。普通にやれば、はい、その駆け引きじゃなく駆け引きは難しいんで、はい、普通に考えたら弱点で抑えたいですよね、はい、もうそれが一番いいですね、はい、山張っていますね、はい、長年攻めてますよね、はい、弱点一番最初に打たれたら終わります。そうですね。
打たれる、はい、マジコーン打たれたとする、はい、あれとあれってなりますね、はい、打っちゃうの、はい、そしたら何しなきゃいけないのか、はい、打てるところの近くで勝負しなきゃいけなくなるんですよ、ずっと。あ、それが後手後手になるってことなんですよ。はい、え、ん、後手後手っていうのは、もう最初に攻めていっていくと、はいはい、相手が迷い出しますけど、はい、最初に攻めようとして、うん、相手の弱点のところで逆にやられた場合、はい、そこもう攻めづらいでしょ。そうですね、そこ打てるんだってなりますもんね。苦手だけどそこやも張られてる、はい、行きづらい、はい、しかもインコース一発ちょうどある、はい、行きづらい、はい、アウトコース中心、はい、でもアウトコースめっちゃ得意、はい、でももうそこ行かざるを得ない、はい、で2打席目3打席も打たれる、はい、戻ろうかな、インコース戻ろうかな、はい、でも一発目ちょうどめっちゃ打たれてるしな、はい、どうしようなるのが後手後手になるってことなんですよ、はい、あ、なるほど。だから最初にやっとかなきゃいけないことをやっとかなきゃいけないですけど、はい、その中で打たれちゃダメなんですよ。はぁ、っていうのが難しいんですよ。難しい駆け引きですね。これは駆け引きなんで、はい、それを見た中で、はい、一概にリードが悪いって簡単に言えるかって話なんですよ。いや、これだけ難しかったらもう全然批判なんてできないなと思っちゃうんですね。だから僕の場合はうまくいったかいかなかっただけですよね、はい、だから、うん、今のはミスだけど、はい、その選手がリードが下手くそとかっていう認識はないんですよ、うんうんうん、あそこチョイスミスしたねとか、はい、あ、ね、前回筒香の話しましたけど、はい、あ、バッターの傾向は分からなかったのねとか、うん、ってなるだけであって、うん、別にそれが一概にリードが上手い下手かっていうね、うん、ここ行こうとしましたと、はい、ピッチャーここ投げてきました、はい、ガーボン打たれました、はい、もうどうすんねんって話ですよそうですねえ、なんか、はい、私いろいろ球団の方とかとお話ししてる中で、はい、その最近、レギュラーとかでちょっと出始めた若手のキャッチャーの方がすごく、優秀な高校出てるわけですよ、はいはいはい、でも優秀な高校出てるのに全然球が覚えられないんだって、だから打たれるんだみたいな。どういう球が覚えられないんですか。いや、なんか言ってるのは分かんない、前のそのバッターの球何打たれたとか、前のバッター何打たれたとか、前のバッターどういう攻め方したとかとか、もうそういうのが覚えられないから、ちょっとリードが多分うまくできてないんだみたいなことをちょっとちらっと聞いたんですよ。だから、うん、前のバッターの攻め方とかどういうリードしたとか、前の記憶が全然覚えてない、だから頭が悪いんちゃうか、こんなんでいいリードできんやろみたいな感じですよね。なんかまあ言えばそんな感じにね聞こえたんですけど、そんなのね、はい、当たり前です。覚えられなかったんですか、やっぱり。だってね、はい、もし皆さんも自分の身になってくださいよ、はい、ね、袴田さんも一番最初アナウンサーになった時に、はい、一番最初の初めて出た番組、はい、もしくは1年目とか、うん、まだ要領よく分かんない時、はい、皆さん新入社員のよく分からない時、はい、そんな番組の2時間番組、はい、1時間番組だったら、はい、最初にやったニュース覚えてます？何読んだっけってなりますね。もう今のことと次何やらなきゃいけないことで必死じゃないですか。必死です。終わったことまでそんな覚えれてないでしょ、はい、仕事だってそうじゃないですか、はい、いきなりってもう目の前のことに一生懸命で、はい、え、今日誰に会ったっけ、はい、次会う人の資料を作ったりとかするのいっぱいで、はい、終わったことそんなの覚えれないでしょ。覚えてないですね。そんな学校の優秀な学校出たからとかじゃなくて、はい、まだいっぱいいっぱいなんですから自分がやることに。確かにそんな余裕ないですよね。余裕ないですよ。こんなのゆっくりできるのは、はい、レギュラーでのんびり出だして、はい、いろんなこと分かって、はい、余裕があるからいろんなとこに意識できるようになった、はい、視野も広くなったからできるわけで、はい、そんなの1年目とか2年目とか、はい、そんな若い選手に、うん、それまでやればそれは無理ですよ。だからこう勉強してないとか覚える努力をしてないとかではなくて、もういっぱいいっぱいだから、はい、だからそれをカバーしてやるのがコーチ、スコアラーの仕事であって、なるほど、それをね覚えれないから覚えが悪いとか、うん、リードが悪いとか、はい、いやそんなの当たり前やろと、はい、最初はみんな、うん、だからいるのがスタッフとかコーチとかじゃないのと、そこでバックアップしていってやって、はい、こうやるんだよこうやるんだよ、うん、こういうふうに覚えるんだよ、こうやっていこうねと、うん、こうやってやっていこうね、はい、で今日どうだったと、うん、っていうのを毎日復習しながらやっていって、うん、何年間かしてどうだったかが問題だって。なるほど。じゃあ佐藤さんも何年間かこうやってたがって、こういうのも余裕を持ってリードができるようになっていく。で資料もできるから、はい、いろんなアップデートもしていける、うん、経験もある、はい、いろんなことの、ね、積み重ねで上下の判断ができるようになってくるからできるわけで、はい、そんなの1年目からこんなことやられたら、はい、こっちもたまったもんじゃないですか。じゃあもう温かい目で見守ってほしいですね、うん、本当に。だから見守ってほしいし、うん、もっとサポートしてあげてほしいですね。なる
周りがこうやってやらなきゃいけないんだよ、うん、逆に勉強の仕方こうしなきゃいけないんだよ、はい、こういう風にノートつけてみたらどうや、うん、お前に合うのはこうどうや、字で覚えれんのか、絵にするか、どういう風なのが覚えやすいんや、うん、資料どういう風な付け方、俺はこういう風にね、こうやって前も見せましたけど、うん、はい、ね、資料はありますけど、はい、俺はこういう風に持ってるからいつでも見せれるわけですよ、はい、俺はこういう風につけてみたけど、お前どういうつけ方してんや、うん、だからね、よく学校でも六大学で、はい、東大早稲田慶応とか行くノートが綺麗って言うじゃないですか、はい、その優秀な生徒のノートを見た時に、うん、ああこういうノートのつけ方してんやとか、はい、アナウンサーさんでもこうノートとかつけたりするじゃないですか、こういうね、資料つけ方するんだって、とか取材するんだって分かりやすい、だからそういうのを見せてあげて、うん、俺はこうしてたけどお前どうやってやってんの、こういうのやってみたらとか、うん、やることが成長であって突き放すのが成長じゃないですよね。そうですね、だから僕はそういったところはできないのが当たり前なんですから、はい、できるように、だから松崎塾も、はい、できないのが当たり前だから、そうですね、できるように地道に勉強していこうと、はい、で、あとは一つ気になるのが、はい、まあ、これ今も実在する、まあ、本当実在する選手ってことですよね、これ今日実在する選手です、はいはい、元プロ野球選手、もう引退してますけど、ね、引退してるんですね、はい、あ、じゃあだからもうこんなに組織やっても大丈夫だと、そうそうそう、はい、なんかあの元気の選手言うと、まあ、そんな元気で戦ってるやろとか、しかも特に今、はい、結構セパ両リーグ争ってるから、はい、あのちょっとあのバットボタンが怖いっていう、はい、ビビってますでも、はい、あの誰かどうかは、うん、来週、来週ですか、はい、来週っていうか、はい、レッスン3でこれ誰か言います、じゃあ次その代わり、はい、ここでこの塾、はい、言うだけじゃないんですよ、はい、宿題あります、お、見てる皆さんに、皆さんもやっぱ勉強をアップデートしなきゃ、そうですね、はい、じゃあこのバッター、はい、ピッチャー右です、はい、ピッチャー右でこのバッターの傾向、まあやんわり言いましたね、はい、基本的には引っ張るのよりセンターから反対方向の打球多いです、はい、逆にセンターから反対方向の方が伸びていきます、はい、ね、でインコースは弱めで長打少ない、でもさっき言いましたけど、はい、山張ってくるんで長所短所ありますけど、別に打てないとこがあるわけじゃないです、はい、ね、っていったところで状況、はい、3連戦の1戦目、1戦目、はい、はい、で、時期は8月夏休み、おお、だからまあ後半戦入って、はい、結構対戦してますね、はい、で、ピッチャーはまあエースクラスもしくは準エース、はい、だからまあそんなあの2軍から上がってきた選手ではね、まあまあそこそこいいです、はい、ピッチャーです、うん、1打席目、うん、3連戦の初戦、はい、クリーンナップ、はい、ワンアウトもしくはツーアウト、はい、ランナーなし、ツーアウトランナーなし、はい、ワンアウトかもしくはツーアウトで、はい、ランナーなし、はい、バッターはクリーンナップ、クリーンナップ、はい、ピッチャー右、はい、初球、ね、そのピッチャーの持ち球はストレート、はい、スライダー、フォーク、これです、こちらも3つ、はい、初球あなたがキャッチャーなら何を投げさしますかっていう、これを皆さんに考えていただくと、はい、これにこの答えによって、はい、あなたがレギュラーのキャッチャーなのか、はい、もしくは単発で出る2番手3番手のキャッチャーなのかが分かります、そんな分かるんですか、その初球だけで、見ただけで、ちょっと今これ見てる大学生の皆さんとか高校生の皆さんドキドキしてますよ、そうですよ、あとはね、はい、プロ野球ファンの皆さん、はい、あなたのリード期待してますよいや、じゃあ答えっていうのはちゃんとあるんですか、はい、もうあります、ありますその理由もあります、はいはいはい、じゃあそれは次回ということで、そうですね、これはまあ里崎的リードなんで、はい、まあ、それを批判するのも賛成するのもいいですけど、はい、あなたも一緒にリード上級者になりましょうということで、はい、レッスン2終わりです、お疲れ様でした、ありがとうございました。